皆さんこんにちは、小林哲也です。今日も舞さんと一緒にレッスンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回で、一連の流れというのがちょっと最後になるんですけども、今日はね、最後スペアのお話をしていきたいと思います。前回がフォロースルーとか、このリリースの話をさせていただきました。でこれって実はスペアにもつながっていって、やっぱり脇が空いちゃうとスペアって取れないんですよね。でみんなよく多いのは天秤7番難しいじゃないですか。で右利きであれば天秤だと思うんですけども、やっぱり天秤は右にありますので、右利きの人からしたら投げるときにどうしてもこうやって手投げになってこっちにこうやってやってしまったりとか、なんかこの景色がいまいち分からなくてぐっと力入ってしまったりとかっていうので、うまく取れない方っていうのはすごく多いんですよね。で舞さんも、僕は天秤の練習とかちょっとこうやってレッスンして見てるときも、ああちょっとうまく取れてるときと取れてないときっていうのが、このフォロースルーっていうのが一番でも、フォロースルーは前回の話ですごく良くなりました。もしまだ見てない方は前回 の, あのリリースのタイミングっていうのはすごくいい動画になってますので、もうそちらを見ていただきたいと思うんですけども、じゃあ次に、じゃあなんでそれでも取れないかっていう話も、していきたいと思います。まずはね、その前に一回投げてもらいたいと思うんで、ちょっと天秤を取ってもらいたいと思います。じゃあお願いします。はい、はい、ではね、せっかくなんでちょっと投げてもらいたいと思います。はい、あー惜しい。今なんかも惜しいじゃないですか、見てても。ああもうちょっとって取れると思うんですよね。で僕もずっと見てて、天秤の取り方、7番とかっていうのはちょっとまた今後ねやりたいと思うんですけど、まず今日は天秤の話なんで、ちょっと天秤をしていきたいと思うんですけど、よく僕が天秤の取り方の動画を撮るときに、立つ位置合ってますかとか、見る位置合ってますかっていう確認をするんですけども、舞さんはそれがすごくできてるんですよね。あー立つ位置も見る位置もすごくいいです、景色も。なんで投げてる感覚も悪くないなと思うんですけども、そこでなんで今みたいにガターしちゃうかっていうと、これは腰の向きが実は原因なんですね。で腰の向きっていうのがあまりこうやって意識されてないんですけども、ここを一転しなきゃいけないということは、構えた時に天秤の方に向いてるわけじゃないですか、体がね。ちょっとでも向いてるってことは、これ以上腰の向きが開いてしまったら、その分こっちに向いちゃうじゃないですか、ね、だから投げるときに今なんか落としちゃう理由っていうのは、ここまでいいです。こうやってここまですごくいいです。ここで最後にこうやって腰がこっちにグッと曲がっちゃうんですよ。曲がっちゃうからフォロースルー前に出てるのに、ボールの方向っていうのは行き先がちょっと変わっちゃうじゃないですか。だから今みたいにガタしちゃったりしまったり、で多分それを意識すると今度こう引っ張ってしまったりとかっていうことがあるので、ちょっとそこをね意識して、この腰の向き、これ見てる皆さんも本当にね気をつけてもらいたいと思うんですけど、この腰を構えた位置から変えない、それはどのピンも一緒です。1投目も天秤も7番もそうなんですけど一緒なんです。せっかく構えてこの腰の向きだったり体の向きっていうのを揃えてるんであれば、それ以上動かしちゃいけないんですよ。このまんま投げるだけ。そうすることによって取れる確率っていうのは大きく上がります。どうしてもこっちにあるから、もう無意識だと思うんだけど、ピン見てるわけじゃないけどこっちにあるっていうふうに頭にあるから、どうしてもこうやってなりがちなんで、あとこっち腰が開いちゃったりするので、ちょっとねここを意識して天秤を取っていただきたいなと思います。じゃあもう一回いきましょう。難しいですよね、天秤は。本当に本当にちょっとしたところです。舞さんの場合はね、立つ位置とかもすごくいいですし、構え方もすごくいいので、こういったところを直すことによってより安定すると思います。惜しい、もうちょっとだね。やっぱり今のもちょっと体が向いちゃってるんですね。もうちょっと意識してもう一回投げてみましょう、はい、最後の一歩で多分動画を見てもらうと分かるんですけど、ちょっと腰がね開いちゃう。そこまで開かなくても、もうすでに腰の向き、体の向きっていうのは天秤の方に向いてるから、最後しっかり止まってフォロースルー前にするだけで絶対取れるんで、そこはね自信持ってやっていただきたいと思います、はい、それではもう一回いきましょう。うまい。はい、ということで、今ね見ていただいて分かると思うんですけども、本当にちょっとした微妙です。
多分実際今僕はまいさんにこうやって伝えただけなんで、じゃあこれ毎回できるかっていうとそんなことないと思うんですけども、まあ、この意識をするだけでも取れる確率っていうのは上がると思うんですね。で今日今初めてこの話をしたので、多分これをこれから、まあ、自宅に帰ってまた次の練習するときにぜひ意識してもらいたいなと思うんですけども、今1球投げてみて、その多分正直ね、さっき落としたのと今取れたの差っていうのはあんまり分かんないと思うんですよね、微妙にね。だけどこの腰の向きっていうのを意識するだけ、要は常に自分の頭の中で置いておいてほしいのは、どのピンに対しても投げるときはもう構えたときにもうその向きに向いてるっていうところを覚えておかなきゃいけないです。その向きに向いてないんであれば、もうそもそもが構えている位置が間違っているところになっています。で、前さんの場合はそれがすごくうまくできているんですよね。どの位置に対しても天秤もそうだし、7番もそうだし、1投目も投げるときもどこに向くにもしっかりと体の向きと目線というのは合っています。で、まあ、もう一個補足するとすれば、多分前さんにもちょっとお伝えしているんですけども、7番とか取るときとか10番とか取るときにしっかりピンを見てピンから線を引っ張るような形にするとより取りやすくなるよっていう話はね、前にもしてると思うんですけども、まあ、そういった形で見てる皆さんもこう線を引っ張っていく、そしてその線に線上に体の向きを合わせるだけです。だったらそれだけでやっぱ取れる確率っていうのは上がります。でもうそこで揃えてるってことはそれ以上何かする必要ってないんですよね。そこからそのまんま行くだけで取れる、これはどのピンに対しても一緒なので、ぜひね、この後の練習の時にもこの腰の向きっていうのは、これは別に1投目も一緒なんで、はい、ちょっとレーンが遅いなと思った時にボール出すじゃないですか、はい、でその時も多分無意識に出そうって思っちゃうから、はい、腰が開きすぎちゃって出しすぎちゃったりとかっていうのが多分あったりすると思うんで、はい、でそういったところでもう構えた段階でしっかりそこに向いてるっていうふうに思えば、あとはフォロースルーは逆に顔の前にしましょうって前回話しましたけども、はい、それだけで十分取れるようになりますので、ぜひね、こういったところを細かいんですけどもやることによって、まあ、ミスを減らす。ボーリングはね、やっぱりスペアを取ってっていうのが大事です、はい、ストライクは、まあ、たまにね運が良かったら出るんですけども、スペアは運が良くても取れないんで、はい、やっぱりスペアはしっかり練習することによって取れるようになります。皆さんもぜひね、スペアの練習よくねやらない人が多いんですけども、スペア練習は本当に大事なんで、やっぱスペアを取るからこそアベレージ上がりますので、はい、まいさんもね、こう、まあ、1投目投げたい気持ちもあると思うけど、たまにはこういうスペアの練習、はい、7番だけ10番だけっていう練習をすることもすごく大事なことになりますので、はい、やっていただければと思います、はい、ということでね、今回、まあ、5回に分けて、レッスンさせていただきました、はい、まあ、約、1ヶ月半ぶりぐらいにねレッスンさせていただいたんですけども、はい、本当に毎回毎回うまくなってるなっていうのは伝わりますし、まあ、動画とかね送っていただければまたいつでもねレッスンもできるかなと思います。分かんないことはねいつでも聞いてもらえればと思うんですけども、はい、まあ、ちょっとこういった形で引き続きまいさんのレッスンを行っていきたいと思います。まあ多分次とかまた会う時がまた1ヶ月半とか2ヶ月後ぐらいになると思うんですけども、またその時に、ね、また違うような話課題とかやってきてどうやったっていうのも多分皆さんも聞きたいところあると思いますので、そういったところも踏まえてねレッスンもやっていければと思いますので、引き続き頑張っていきましょう。はい、はい、ということで今日は以上になります。それではまいさんありがとうございました。ありがとうございました。では皆様もまた、次のねまいさんのレッスン楽しみにしていただければと思います。それでは皆様ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。